こんにちは、のり太郎です。今回はエクストリームアンティークコイン解説の第5弾として1841年のビクトリア・インディアン・モハール金貨について解説していきたいと思います。この金貨はですね、インドがイギリスに統治されている時代ですねに東インド会社から発行されたビクトリア女王のモハール金貨の1841年に発行されたものになります。で、裏面が、このようなですね、ウィリアム・ワイオンさん、イギリスの世界で最も美しい金貨と言われているウナとライオンをデザインしたデザイナーさんですね、ウィリアム・ワイオンさんのデザインしたライオンのヤシの木という、非常に趣のあるデザインの金貨になります。このライオンとヤシの木のモハール金貨というのはビクトリア女王の前にウィリアム4世が最初に作った金貨なんですけど、ウィリアム4世のモハール金貨はニーモハールとかですね、倍の大きさのものもあって、こちらもかなり素晴らしい金貨なんですけど、今回はビクトリア女王のものを解説したいと思います。ただしこの金貨は1841年発行でも種類がその中でもいくつもあるので、なかなか分かりづらい金貨の一つになります。なので今回のエクストリームアンティークコイン解説はですね、前編と後編の2回に分けて、ちょっと長くなってしまいますので、前編でモハール金貨の種類の解説をして、後編でそれぞれの値動きについて解説したいと思います。そして今回の前編ではですね、モハール金貨のスラブケースに、このようにごちゃごちゃといろいろ書いてあるんですけど、このあたりが、大体読んでわかるようになるかなと思います。ということで早速それぞれのコインのどこがどういうふうに違っているのかっていうのを見てみたいと思います。で、モハール金貨いろいろ種類があるというお話をしましたが、まず鋳造所の違いがあります。で、1841年の後に括弧の B って書いてあったり、 B&C、B か C かわからないで B&C って書いてあるんですけど、書いてあるものはボンベイミント、インドのボンベイで鋳造されたものになります。で、次に1841年の後にカッコ M って書いてあるものがマドラスミントで鋳造されたものになります。で、次に C って書いてある、これが一番多いんですけど、オーソドックスなんですけど、これがカルカッタミントで鋳造されたものになります。で、続いて銘ですね、銘の違いということで、英語ではレジェンドと書いてあるんですけど、伝説ではなくてこの銘についてもレジェンドと呼びます。で、これに2種類ありまして、まずディバイテッドレジェンド、銘が右と左に分かれているものが1つ目で、コンティニュアスレジェンド、銘がこう一続きになっているっていうのがコンティニュアスレジェンドになります。で、続いてビクトリア女王の顔の違いですね、先ほどの2つと一緒といえば一緒なんですけど、通常肖像で顔が丸みを帯びているタイプはディバイデッドレジェンドのものになるんですけど、顔が丸みを帯びているタイプと、今度コンティニュアスレジェンドのところのものになると、顔がシュッと少し尖ったフォックスフェイスタイプと呼ばれているものになります。この2種類があります。あとは日付の字体の違いもあります。で、ラージデイトですね、大きな文字というか、普通のがラージデイトなんですけど、それに対してスモールデイトっていうのがあって、字体が少し小さい
いいものに なるものもあります。先ほどのラージデートの中に2つ種類がありまして、プレーン4というものが通常のものになります。それに対してクロスレッド4というのがありまして、4の一番最後の止める部分が上にピュンと跳ねているものがクロスレッド4になります。まあ、あとはちょっと細かいところまたありまして、WW の名の有無ということで、 WW は先ほど最初に解説したウィリアム・ワイオンさんですね。この、ビクトリア女王の肖像と、裏面のライオンとヤシの木をデザインしているウィリアム・ワイオンの名が、ビクトリア女王の首の根元に、あるものとないもので、特殊なものではそこに S っていう名が書いてあるものがあります、というような細かい違いがありまして、それぞれの特徴が、まあ、細かく書いてあるので、なかなか何が何だかわからない、整理するのが難しい金貨になるっていうのはよくわかったかと思います。で、それぞれの特徴があるものは、まあ、いくつかのパターンに分かれてまして、まずオーソドックスなものからだんだんマニアックなものっていう感じで、解説してみたいと思います。で、全部で私が今回調べた感じでは7パターンありましたので、一つ一つ解説していきたいと思います。まず一つ目ですね、1841年 C の、カルカッタミントですね。で、こちらのディバイデッドレジェンドの通常肖像、ラージデイト、プレイン4で WW の名ありというのがタイプ A1 ってよく書いてあるんですけど、こちらが一番オーソドックスで、枚数が多いものかなと思います。で、発行枚数が44万2千枚ということで非常に多いんですけど、ただし、インド国内から、持ち出しちゃいけないとい う決まりがあるみたいで、インド以外で流通しているモハール金貨っていうのは極端に少なくなるので、発行枚数がものすごく多いんですけど希少性が高い金貨になっています。なので、まあ、ただこれはやっぱり発行枚数も多いので、鑑定枚数見ると、まあ鑑定枚数は極端に少ないんですけど、それでもモハール金貨の中では多い方で、 NGC で260枚、 PCGS で68枚という鑑定枚数になっています。で、もちろん、今でも未鑑定の裸のものもよく、世界のコイン市場には出回っているというようなものになります。で、これがまず一つ目、一番多いものですね。で、続いて1841年の C のディバイデッドレジェンド通常肖像ラージデートのクロスレッド4ですね。ここが先ほどの違うやつです。で、WW の名ありということで、タイプ B1 と表記されていたりします。で、これになると非常に希少性が高まりまして、発行枚数は不明なんですけど、鑑定枚数で見ると先ほどよりも少なくなって、NGC が41枚、PCGS が18枚という希少性が高いのが、クロスレッド4、先ほどの4の最後の止めがヒュンと跳ねてるやつですね、がこのタイプになります。で、続いて3つ目ですね、1841年 C のディバイデッドレジェンドの通常肖像でスモールデートってやつですね。日付が小さいやつで、プレイン4というやつで WW の名ありと、まあ、タイプ A1 に分類されるんですけど、こちらもスモールデートが、まあ、非常にマイナー
なのでこれも発行枚数も鑑定枚数も不明になっています。これも非常に希少性が高いので値段が上がるコインになります。で続いて今度鋳造所が違うものになります。1841年の B だけの場合もあるんですけど B&C って書いてあるのが多いですね。 B&C のコンチニュースレジェンド、目がつながっていてフォックスフェイスタイプの、ラージデートでクロスレッド4です。で、WW の銘柄なしのものになります。でこのフォックスフェイスのものは全部コンティニュースレジェンドで、クロスレッド4のやつが ほとんどですね。でこれに関しては発行枚数が5960枚ということで、もう発行枚数からして非常に少ない希少性が高いものになってきます。で鑑定枚数が、PCGS で21枚、 NGC で66枚ということでやはり希少性がこちらは高くなるというものになります。で続いて5つ目が1841年の B ですね、ボンベイミントで、ディバイデッドレジェンドですね。フォックスフェイスタイプじゃなくて通常の肖像のもので、ラージデートプレイフォー WW の銘ありのものなんですけど、このボンベイミントのものもあるみたいです。これは本当に少ないので、これは本当にそうなのかどうかもわからないぐらい、ちょっと かなり幻の一品っていう感じだと思います。で続いて、こちら1841年M ですね、マドラスミントのコンチニュースレジェンドのフォックスフェイスで、ラージデートのクロスレッド4で S の銘がこれがついています。マドラスミントのやつは S の銘がついてまして、これも発行枚数3万2000枚と先ほどのボンベイのやつより多いんですけど、鑑定枚数は PCGS で4枚、NGC で4枚ということで、非常に希少性は高くなっています。これはなかなか見ないコインに なっていくということですね。で、最後、7つ目が1841年 C ですね。カルカッタのコンチニュースレジェンドで、フォックスフェイスのもので、カルカッタミントは通常肖像のものがほとんどなんですけど、フォックスフェイスのやつでラージデートクロスレッド4で WW の銘がなしというものが、これもかなりマニアックだと思うんですけど一つありました。でこの他にリストライクのプルーフのものがありますけど、それはちょっとなかなかまた複雑になるので今回含めてないです。ということでビクトリア女王の金貨で私が調べた中では以上の7種類あったんですけど、他にもこんなのあるよというのをご存知の方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。でモハール金貨の解説で、ずいぶん長くなってしまいましたの で今回のお話はここまでにしまして、次回はこれらの細かい相場を解説した動画を作りたいと思いますので、お楽しみにしてください。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。Meant to be in the great outdoors, forever free.